皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売しておりますコレクタブルワンダーライドブック食玩03になります。これまで発売になったこの食玩のコレクタブルワンダーライドブック第1弾と第2弾が4種類ずつだったんですが、今回一気に6種類ですね。結構出ました。仮面ライダーセイバーのオープニングのワンシーンで、このワンダーライドブックがものすごい山積みになってるシーンがありますけども、あんなに出るんですかね、数が。まあそんなことはさておきまして、数が多いのでささっといきたいと思います。で、今回はですね、ちょっと勢い余って、こちら、買ってしまいました。これバンダイさんの商品ページだと税込み7000円近い金額なんですけども、普通に今ショッピングサイトとか見ると4000円台で売ってるんですよね。なんか私見てる商品間違ってますかね。なんか値段が違いすぎてびっくりしたんですけども。今回これを用意しましたので、後でサウンドの方も再生してみたいと思います。ではパッケージですけども、左手の辺からまずこちら。ソームイーグルワンダーライドブック。書いてますね。仮面ライダーセイバー、ドラゴンイーグルに変身、ブレイブドラゴンとこのストームイーグルでこういったライダーになるやつですね。で、反対側がこんな感じになっておりまして、まあここは今回のこのキットの写真で説明されていますけども、重要なのはここですね。使用上の注意。本商品をテレビやスピーカーなど強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合がありますということなので、まあ普通に遊ぶ分にはいいんですけれども、保管場所には注意してくださいということですよね。2番目が天空のペガサスワンダーライドブック。ライオンとペガサス。ライオンペガサスってこの名前だけでも普通にかっこいいですよね。まあ反対側も違ったですけども、こんな感じですね。今回の商品の写真となっております。3番目がダンプドアラジーナワンダーライドブック。この名前につきましても現存する書籍に名前が非常に近いんですけれども、絶妙な感じで寄せた名前にしているので、今後のこういったものの名前がどうなるかというのは結構楽しみだったりするんですよね。で、反対側こんな感じになっております。続きまして4番目、サルトビ忍者伝ワンダーライドブック。まあ忍者系のものとライダーって相性いいですよね。ゼロワンの時にはいませんでしたけれども、ジオの時に忍者系のがいましたよね。で、反対側こんな感じになっております。続きまして5番目が、ジャークドラゴンワンダーライドブック。もうストレートなネーミングですよね。ジャークドドラゴンなので、ダークドラゴンじゃないところになんかこだわりを感じます。で、反対側こんな感じになっております。そして最後6番目、龍騎インミラーワールドワンダーライドブック。まあこれ龍騎と書いてあるので、これレジェンドライダーのまあコラボワンダーライドブックってことですよね、きっと。反対側こんな感じになっております。ラインナップは以上6種類になります。では1つ開けてみて、中身こんな風に入ってますよっていうのをご紹介してまいります。まあここは順当に1番目のこのストームイーグルワンダーライドブック開けてみたいと思います。開け口はこちらですね。で、特にこのキット中に取説とかは入ってなくて、シールが入ってるんですけども、まあ見ればどこにあるかわかるって感じなので、特にそういった説明はないですね。じゃあ早速開けていきます。今回が6種類。第1弾は01のコラボが2個あったので、現時点でこれでトータル11種類ってとこですか。もうすでに結構出てますよね。で、中身ですけれども、じゃん、こんな感じで。まずは、ラムネ。で、中身はこんな感じですね。ここに、この1の3とか書いてあるのが貼る場所ですね。で、こっち側にもあって、合計3枚ですね、シールが入っております。で、これがワンダーライドブック本体ですね。では、早速他のも開けて、シールを貼った状態で一気に並べてみます。シールを貼るとこんな感じですね。ではそれぞれご紹介しながら音の方も出していきたいと思います。まずは左手の方から1番目、ストームイーグルがこんな感じですね。で、こちら同じ赤系なんですけども、第1弾となって発売になりましたブレイブドラゴン、こんな感じでちょっと明るい色なんですよね。で、これまた最近知ったことなんですけども、こういったところに書かれますこの文字っぽいもの、これほんと文字でしたね。で、このままでは読みづらいんですけれども、こう向きを変えますと、例えばこちら上からアルファベットの KAMEN で RIDER という風な、まあ、アルファベットをモチーフにしたそれっぽい形状になってまして、ここの場合ですと上から仮面ライダーという風に読めるようになっております。これ全部の文字がそうみたいなんですよね。よく考えられてますよね。で、このままだとちょっとさすがに読みづらいので、ネットとかでいろいろ探しますと、この文字をアルファベットに対応した一覧表とか掲載されている方もいらっしゃいますので、まあ、気が向いた方はそちら見ながら読破してみるのもいいかもしれません。で、こちらですね、いつものようにここの部分を押しますと、パカッと開いて、こんな感じになっております。ここもちゃんと全部読めるんですよね。そう考えるとすごいですよね。で、赤い、こちらが顔になって、こちらが腕になっております。では早速、音の方もやっていきたいと思います。こちらですね。ここの部分に差し込みまして、差し込むと、まず1回目の待機音。で、ここのトリガーをもう1回引くと、2種類目の待機音。で、もう1回押しますと、
このワンダーライドブック名を言った後で抜刀すると、さらにこれ専用の音声が流れるようです。でまず差し込んでみます。この部分に、これが待機音ですね。で1個押しますと、で2段階目の待機音で、ここでもう1回押しますと、で抜刀します。こんな感じでかっこいいですよね。これちょっと買って正解な気がします。でまた元に戻しておくんですけども、これも普通に戻すときの途中まで戻して止めると、っていうのはふむふむという音声が流れるんですよね。でこれ一旦外しまして、ストームイーグルワンダーライドブックがこんな感じ。続きまして、天空のペガサスワンダーライドブックがこちら。ペガサスかっちょいいですよね。でこれも中ここを押しますと、こんな感じでパカーンと開きます。こちらは向かって左手側に腕がありますね。ではこちらのも音を鳴らしていきます。待機音のところについては、このワンダーライドブックのいうところまで飛ばします。飛ばしますというか、ささっといきます。こんな感じですね。もうお分かりいただけたと思いますけども、それぞれワンダーライドブックの色に合わせてここの LED も違う色に光るんですよね。こんな感じで青くなってますよね。こんな感じですね。天空のペガサスワンダーライドブックがこんな感じ。続きまして、ランプドアラジーナワンダーライドブックがこちらですね。アラジンと魔法のランプ、アラブのお話なので砂漠っぽい黄色のワンダーライドブックになってます。でこちらも同じにここを押しまして、カチャッとこんな感じですね。もうこれ腕だけですね、メインとなっているのが。ここになんかランプの魔人っぽいものがドドーンといます。ではこちらの方も音を鳴らしていきます。では抜刀します。こんな感じですね。でここもちょっと黄色く光ってたのがお分かりいただけましたでしょうか。こんな感じでまた中途半端戻しますと、って感じですね。ランプドアランジーナワンダーライドブックがこんな感じ。続きまして4番目、サルトビ忍者伝がこちらですね。なんかライダーと忍者って結構相性いい気がするんですよね。01の時には忍者ベースのライダーいなかった気がするんですけれども、ジオの時いましたよね、それっぽいのが。で、ここの部分を押しますと、パカッと、こんな感じですね。これ腕だけですね。で、マフラー2本たなびいてますけども、こうやってマフラー見ると私はどうしてもダブルを思い出します。じゃあ早速こちらの方も音鳴らしていきます。この部分に。抜刀します。なんか
シンプルになりましたよね、言ってることが。で、こちらも。緑色綺麗でしょうね、結構。サルトビ忍者伝がこんな感じ。続きまして5番目、ジャークドラゴンワンダーライドブックがこちらですね。もうジャークって書かれてますからね、ダークドラゴンっぽいイラストになっております。で、ここを押して、カパッと、こんな感じですね。まあ、紫色ベースで、こう赤い目のとことか差し色が入っているので、ものすごい悪役感が出てます。じゃあ、こちらの方も鳴らしてまいりましょう。ここに。抜刀します。なんかストームイーグルとか天空のペガサスに比べると音声だと短めですね。ただ紫色が非常に綺麗です。これですね。ジャークドラゴンワンダーライドブックがこんな感じ。そして最後、レジェンドライダーですね。リュウキインミラーワールドワンダーライドブックがこちら。リュウキのイラストが描かれております。私、リュウキって全く見たことないんですよね。なんか前評判というか他の方のレビュー見て敬遠しちゃってるんですけども。でもどっかのタイミングで見てみたいなとは思ってはいるんですよね。で、こちらも心の分を押しますと、こんな感じで、リュウキのイラストとこちらに専用の武器ですかね、のイラストが描かれています。ではこちらの方も。鳴らしてまいります。この部分に。抜刀します。なんかレジェンドライドのせいかもしれませんけども、言ってることがなんか汎用性高い文言になってますよね。まぁ、ちょっと入れていきますと。ただ、龍騎って言ってくるのですと嬉しいかもしれないですよね。龍騎ミラーワールドワンダーライドブックがこんな感じ。と、まぁ、こんな感じで一通り、それぞれのワンダーライドブックの音声はご紹介したんですけども、皆さんご存知の通り、ソードライバーって3冊ワンダーライドブック最大で入れれますよね。なので、2冊パターンと3冊パターンもちょこっとご紹介しようと思います。で、自分でも今まで持ってるものの中であれこれやってみたんですけども、現時点では2冊のパターンと3冊のパターン、途中でワンダーライドブックの名前を言うところはあるんですけども、それ以外前後の言ってる言葉は固定っぽいので、まあ、ここはサクサクっとやってみたいと思います。で、選ぶのは、そうですね、このストームイーグルワンダーライドブックと、この天空のペガサスワンダーライドブック、こうやって差し込むと多分絵柄がつながりますよね。ではこの2冊をまず使ってやってみたいと思います。まずはペガサス。で、こちらに、ストイーグル。抜刀します。こんな感じですね。では今度は3冊のパターンですけれども、とりあえずまた今回3冊の方も絵を並べてみたいので、どれがいいですかね。真ん中に顔が来てるのは今回ストームイーグルしかないので、これは真ん中固定として、じゃあと
向かって左手の方にこのジャークドラゴンをこんな感じで置いて、で3冊目は、まあ、個人的な趣味でこのサルトビ忍者伝、こんな感じでやってみたいと思います。ではこちらもソードライバーに順番に装着していきます。抜刀します。こんな感じですね。もう見た目も豪華ですし、音声は長いですよね。まあ多分今回、まあ一応絵は並びましたけれども、絵が並ばなくてもちゃんと音声は流れますし、もしかしたら今後なんですけども、まあ勝手な憶測ですが、特定のワンダーライドブックを決められた順番に並べると、専用の音声が流れるなんていうプラスアルファ要素があるかもしれないですよね。勝手な憶測ですし、まあ希望ではありますけれども。で、せっかくソードドライバー手に入れたので、過去の食玩の方のいろんなワンダーライドブックも鳴らしてはいたんですけども、中でもレジェンドライダーといいますか、コラボ的なやつですね。例えばこちらの01のエイムズですとか、この滅亡人雷。改めてこれだけで別な動画しようかと思ったんですけども、まあついでなんで一緒にこれも今回やろうかなと思いました。で、自分でやってみたんですけども、1冊の時と2冊の時で若干音声が違うので、それも一緒にやってみたいと思います。では早速まずは、エイムズだけの方でご紹介します。抜刀します。こんな感じですね。ではこのまま続けて滅亡人雷だけやってみます。抜刀します。こんな感じですね。では、2冊バージョンですけれども、このワンダーライドブックのこの内側のデザインが、この2冊は2冊で、こんな感じでやったりすると並びますので、この順番で差し込んでやってみたいと思います。まず、滅亡人雷。そして、エイムズ。抜刀します。最後の夢を叶えるあたりがなんか01のテーマっぽいセリフでいいですよね。まあ、おまけ的な感じでしたけども、エイムズと滅亡人雷のワンダーライドブックがこんな感じでした。
当然ベースとなるワンダーライドブックが同じでも差し込むドライバーの方、要は今回は総ドライバーでしたけども、他の流星拳流れの方とかでは違う音声が流れるかと思います。持ってないのでもしかしたら違ってたらすいません。ただせっかく買ってやっぱ音を鳴らしてみると違いますね。やっぱ音が鳴ると楽しいです。コレクタブルワンダーライドブック食玩03全6種類はこんな感じでした。というわけで今回はコレクタブルワンダーライドブック食玩03ご紹介させていただきました。まあ当たり前ですけども、ちゃんと本来使うべき総ドライバーとかがあって音を鳴らしてみると面白さっていうのは段違いですよね。当たり前のことばっかり言ってますけれども、で今回はレジェンドライダーとして仮面ライダー龍騎からコラボのワンダーライドブック出ましたけれども、いかがでしたでしょうか。今のところ01のエイムズと滅亡人雷がありましたけども、単体のこのワンダーライドブックでレジェンドライダー食玩では今のところ龍騎だけですね。まあ今後電王とかダブルとか王子とか出てくれるとそれはそれで非常に楽しみですよね。あと動画の中でもまあ憶測というか希望的な感じで言いましたけれども、特定のワンダーライドブックを特定の並びでソードライバーに装着すると専用の別音声が流れるなんていうのがあったらいいななんていうふうに思ってしまいました。まあそんなことも期待してみたいですよね。仮面ライダーセイバーがお好きな方、ワンダーライドブックこういったものを集めてみたいなって思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。